この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おばさん、エースがチャンピオンカーニバルあたりから非常に動きが良くなりました。そうですね、いろんな面で良くなりましたね、はい、僕はちょっとねこの人なんだかこうあの考えすぎで悩んで、伸び悩んでんじゃないかと思いましたけども、非常にあの自信をつけてきましたね。そうなんですね。そのエースを秋山ドロップキックで場外に追いやりまして飛びます。パンチャー秋山、明日の杯優勝、そしてチャンピオンカーニバルにも出場しました秋山純、大きく大きく自信をつけました。傑作にホイップ、しかしこの後こうやって返すんです、ジョニーエースね。馬場さん、この辺り変化ですよね。そうですね、前ですとあのままズルズルということもあったんですが、すぐに反撃を行いますこのジョニーエース。それから表情がすごいんですよ、非常に野生味たっぷりの表情に変わってまいりました。場外でのブレンバスター、素早くリングに戻りました。秋山はまだ場外です。今エースのあの縫い取りがこの黒いトランクスにありますけれども、前はねこういうコスチュームをよく変えたりしてそういうとこばっかり目立ったんですがね。そうですね、ファイトの方でこうお客さんが引きつけるようになりました。コブラツイストです。体もいくの大きくなったような気がします。右の腰のあたりを今グリグリしましたジョニーエース。ハンセンとやってた頃よりもおっと今小橋に注文をつけましたよ。そうですね、ウィリアムスとね、パートナーを組んでなんかこう作れたようなものがあると思うんですね。伸び伸びとやってるような、唾を吐きましたジョニーエース。小橋健太に対してです。かつてはアジアタック王者コンビでしたこの2人、そしていつかは世界を2人で争おうというふうに誓って、そして今日まで時は流れました。全シリーズではこの2人、エースと小橋、引き分け、熱い試合をしています。まあ、一時は小橋の方がぐーんと成長したという、まあ、そういう時期があったんですが、こうやってジョニーエースもぐっと株を上げてまいりました。ちょっと今のはバランスが崩れました秋山純です。でも馬場さん、今のエースにしろ突進、ちょっと秋山の体勢が崩れましたが、がむしゃらに突っ込んでいく、そうですね、いうものはね見ててもね非常に気持ちがいいです。さあ、ウィリアムスの出番です。皆さん注目してください。ミサを破った、五冠王を破ったのがこの男です、スティーブ・ウィリアムス。そしてウィリアムス、エースコンビがこの春から絶好調なんです。全シリーズ世界タッグ王座はダッシュなりませんでしたが、ノンタイトルマッチで河原田上あるいは三沢小橋を破っています。そしてシングルチャンピオンとしても一皮も二皮も向けました、世界チャンピオンになりましたこのウィリアムス。当然小橋を呼び寄せます。さあ、小橋どうする。小橋が出ました、パーンと胸を張る恋というウィリアムス。同じように胸をはたいた小橋健太、顔が引き締まった、奥歯を噛んだ、右に回る小橋とウィリアムス、どっちも頑張れ。今どっちも頑張るという声が飛びましたが、あの三沢が敗れてウィリアムスが勝ちましたが、ウィリアムスにも祝福の拍手が、そして全員総立ちになってリングサイドに集まってきました。あっと小橋が闘志をあらわにします。張り手、張り手、そして顔面キック、震えながらにじり寄っていくウィリアムス、ベロを出す、相手を挑発する、効いてないぞと、もっと来るなら来いというスティーブ・ウィリアムス。ならば、今度はリフトアップ、あっと3メーターもあろうかというギロチンホイップ。馬場さん、どうですこの足腰力。そうですね、あそこから投げられたら小橋むくみの取りようがないですからね。まあ、馬場さん、あの武道館のファンの話をしましたが、全日本に来て4年半、本当にこのウィリアムスも頑張りましたね。よく勉強してましたしね、そういう選手には外人も日本人もない、ファンもちゃんと見てるんですね。そうですね、確かにね、はい、器用なところはないですけども、それなりによくあの
勉強もしてきましたしね。チンロック、これも今までにはあまり見せなかった技です。来日当初の頃は本当にゴツゴツしただけの選手でしたが、技の数も増えました。いろんなことをやります。そういう点でね、そのちょっとあの不器用なところがありました。ですから何かの表示でほとんど負けてしまう時があるんですね。ちょっと脆いところがありますね。でその脆さがね、だんだんなくなってきましたよね。さあブレンバスター、引っこ抜く力はあるぞ。逆にブレンバスター返していく。小橋も貝の力はあるんですね、この胸の厚み。その貝の力はありますけども、足腰となるとやっぱりこのウィリアムズのね、足の短さと腹の幅ですね。プロレスラーの力って腹の力とも、前ババさんお話しいただきました。力のある人はね、あの腹が大きいですよ、横に大きいんですね。横にね、引っこ抜く力が強いんですが、三沢選手は言っていました、引っこ抜かれまい、持っていかれまいとするのに普通の選手と対する2倍の力が必要だ。そうですよね、言ってました。どういう試合になるんでしょうか。ウィリアムスと小橋、昨年8月でした、三冠挑戦決定戦でこのウィリアムスに敗れています。そして今年チャンピオンカーニバル決勝進出をかけてこの後楽園ホールでした、対戦しました。いずれもバックドロップで敗れています。ですけどもね、はい、その内容が非常にいいんですよね。そうなんです。そしてですね、馬場さん、その終わった後に2人が握手をするんですね、握手を。非常にスポーツライクな全日本プロレス、そしてこの2人です。馬場さん、プロレスならそうでなくてはいけませんね。そうですね、やっぱ勝負はね、はい、そのリングの中だけでやりたいもんですよね。目いっぱいリング内で熱唱する2人、もう武道館が待ちきれというところです。24時間テレビが図らずもこの日行われておりますが、24時間プロレスを考えるのがこの男、小橋健太であります。ニュートラルコーナーに振った、もう相手を読んでいるんです。スパインバスター、ウィリアムスも研究しています。突進してきた、何をやろうか考える時間なんか 0.5 秒もありませんね。そうですね、歴戦の強者たちです。今10分が経過しました。小橋健太が押し込んでいきましたよ。そしてもう目の端にはウィリアムスを捉えています。明日対決はこのウィリアムスと小橋、またですか、またやりますか。スバを飛ばしたスティーブ・ウィリアムス、どこまでやるんだ。初対決は超世代軍を結成した三沢が結成した、それに小橋が賛同した90年でした。それから4年3ヶ月、この2人はついに三冠という最高の舞台で戦うことになりました。最終戦武道館です。来週放送です。どうぞご期待いただきたいと思います。馬場さん、もう顔でプロレスやってますね。そのね、この痛くないような顔してますけど、本当にこれこらえてるのは痛いんですよ。僕は馬場さんのインターチャンピオン時代なんかもそうなんですが、なんていうんですか、痛みをこらえてる表情が好きだったんですけどね。馬場さんも攻めるときはすごい顔して攻めますもんね。ロープに振る、パワースラムです。馬場さん、ウィリアムスが今片方の足を取って体固めに行こうとしました。そうですね、まあね、いや、これはもう決めるときに足を持たなきゃ絶対にダメですね。これが基本ですね、はい。まあ、そういう意味では小橋、ウィリアムスともにこのレスリングの基本よくこらえています。さあ鉄柱、これで馬場さん、三沢がかなり苦しめられたんでしたね、武道館 で、 そうですね。こういう攻撃も当然想定しなければいけません。最終戦の三冠戦、この2人が争います。さあ小橋、今この両選手は最もプロレスラーの中で勢いがある2人、
申し上げてよろしいんではないでしょうか。チャンピオンになったウィリアムズ、初の挑戦を決めた小橋健太です。おそらく武道館大会も真正面から逃げも隠れもせず渡り合う素晴らしい試合になるものと思います。ゴディに勝って、ハンセンに勝って、あとは残るはこのウィリアムズです。さあ、池小橋。小橋もね、こうやってね、その武道館を意識してね、ここで試合やっちゃダメですね。そうですか。これはね、この試合はこの試合ですからね、後ろに、秋山も本田もいるんですから、シックスメンダックマッチですちょっとやや気合いすぎの感じがあるか。ここはやっぱり若さでしょうね。あ、なるほどね。しかしでもその若さがまた魅力なのかもしれませんけどね。まあ、そうですけどもね、さあ秋山が待って入りますが、ウィリアムスの方もこれ入れ込んでますよね。本田も蹴散らし、秋山も蹴散らし、シックスメンタッグマッチになりません。小橋 VS ウィリアムス、急所は大丈夫か。ボディに入った。かがんでる体勢で、まだ中腰ですがギロチンドロップを持っていきました。考えています小橋健太、抱えています。小橋健太、もう三冠戦がまるで始まっているかのようです。さあ、バックドロップ。ウィリアムスの得意のバックドロップを先に持っていきました。そして早くも握り拳です。ご覧ください、小橋の右手。2連発いきます。馬場さんから若さという指摘がありましたが、この1回限りの前哨戦です。このシリーズウィリアムスと顔を合わせるのは1回だけ。やっぱり心中期するものが抑えきれないものがあるのかもしれません。小橋健太3発目いきます。馬場さん、3連発です。バックドロップ、小橋の心中をちょっと。そうですね、まあその今日こんなにやなんていうか自分の手の内に見せなくても良さそうなバックボンだとは思いますけども、ムーストルトも出しちゃいますよ。しかしこれはウィリアムスが察知しました。ラリアット、小さい頃の夢はジャイアント馬場さんの NWA のベルトを巻く、その姿への憧れでした。いつか世界のベルトを巻いて、それも世界最高峰のシングルのベルトを巻いて、これが小橋健太の夢でした。体を浴びせます。バックドロップを防ぎました。ウィリアムスも出してこようとしましたよ。いや、やっぱり苦しくなるよね。やっぱりやりますよ。全てを出し切ってしまうのか。馬場さんが前哨戦だったらやっぱりこの必殺技とか温存する、その辺の心理はどうなんでしょうかね。いやいや、温存するとかそういうことじゃなくて、この試合やっぱり6人タッグマッチですから ね、ちょっと変則マッチの様相です。自分一人でやってるというその意識がね、今の落ち方、馬場さんどうでしょう。いや、そんなに効いてませんよ、はい、スピードがありませんし、ちゃんと肩で受け身を取ってますからね。はい、わかりました。頭を打ってるかどうかは分かりませんけども、はい、ここで大小橋コールです。本田が、秋山がその両手を引っ張ってコーナーに攻め戻そうという、同じように大臣軍団も今ウィリアムスを、しかしウィリアムスけど振りほどきました。小橋一人に行きます。試合になりません。これは試合になりません。秋山がカット、そして今タッチ、本田です。エースが迎え撃ちます。秋山が放送席に飛んできます。本田とエースです。エースが本田を振ります。ラリアットです。エースの攻めが非常に速いです。やっと試合らしくなってきました。6人タッグマッチらしくなってきました。カウント2で金抜けます。さあ、秋山が入るたびにカットされます。エースクラッシャー、本田裏返し、固められるエビ固め、これをカットしましたら秋山純、レッキ
キーサンタナ、ダブルの攻撃、ボディアタック、ホンダカウント2つ、さあ守りに入った時のホンダ、うん、攻め返す、水車落とし、いい形で秋山のタッチ、アスダラ軍団ホンダ秋山、ラリアットかわした、スピンキックが待っている、肘で受け身を取った、フロントスープレックス、役に蹴りました秋山、バックドロップ、小橋さんのようなここ一番本当に爆発力のある選手になりたいと話すこの秋山、あ今の切り返し見事です、ノーザンライトスープレックス、本田もいい格闘を見せている、もう一回ノーザンライトスープレックス、カウントスリー入りました、飛ばしたイクリニアムス、やや変則ダッチの様子を呈しました。全国5000万プロレスファンの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。毎週この全日本プロレス中継サーティを夜遅くまでご覧いただきまして誠にありがとうございます。さて94サマーアクションシリーズ2が今日からここ後楽園ホールで開幕いたしましたが、なんといっても今シリーズの最大の注目は 9.3 日本武道館決戦です。この日本武道館決戦では小橋健太選手が長年の夢であります三冠統一ヘビー級選手権に初挑戦をすることが決定しております。でその小橋の相手は世界大のパートナーでもあります三沢光晴を自分の目の前で破りましたあの殺人医師スティーブ・ウィリアムズです。まあ夏が大好きな一生懸命トレーニングを毎日毎日積んだ小橋健太選手がこの殺人医師ウィリアムズを相手にどのような試合を挑むのか大変注目されます。でこの両者なんですが合計7回これまで戦っております、死闘を繰り広げてまいりましたが、今日はですねその中から両者の初対戦の模様をダイジェストでお送りしたいと思います。どうぞご覧ください。スティーブ・ウィリアムスが全日マットに登場して早4ヶ月が経ちました。このところますます勢いづいているという感じがするんですが、馬場さんはどう評価されますか。なんとかなんとかパンチで勝機を見出したことがありますが、3度目ですね、はい、同じような技の流れ3回繰り返されました。逆水平首根っこのあたりに打ちます、汗が飛び散る、高橋さんホップした、かわした、小橋チャンスだ、バック越し回した、ジャーマン、ジャーマン、ジャーマンスープレックスホールド、これはよく打ちましたね、はい、ボディスラムで寝かせる、そうされてるんですか、そうだ、小橋だ、これだ、小橋、これだ、これだ、いけ、いけ、いけ、ジャストミート、きらめく若さが宙を舞う、始まった、オクラホマスタンピードのプレリュードであります。さあ決まるか、さあどうだ、小橋逃れることができるか、小橋ロープをつかめ、カウントが入る、カウントが入る、さあどうだ、小橋戻れ、小橋戻した、さあその間にスティーブ・ウィリアムストップロープ、ダイビングショルダータック、さあカバーだ、小橋カウント3、小橋健太天を仰いでおります。ご覧いただきましたこの初対決がですね90年の6月8日日本武道館でした。時は流れましてそれから3年後の夏、再びこの両者は歴史に残る激闘を繰り広げるんです。去年豊橋で行われました三冠挑戦者決定戦の模様をご覧いただきます。武道館対三沢戦をかけて三冠統一ヘビー級選手権挑戦者決定戦であります。早い展開です、相手合戦、相手合戦、さあとヘッドバック、バックドロップが怖いと飛ばし、タックルです、ショルダーアタック、この顔、この表情、早くも終えている、両者の岩尾のようなこのウルギャップの表情から持ち上げてそのままスクラップマスター、早くも大技ウィリアムス一発目、顔を食いしばるウィリアムスを食いしばる、全身に力を入れるナチュラルなパワー、ナチュラルな筋肉、さあローピングオンだ、フロントキック、倒れない、倒れない、この表情、2人の反逆、完全
足屈伸してなんと重量挙げられる、後ろに落とした、危ない、こういった不意をつかれる技、危ないですね。さあ今度はボディースプラッシュ、全身で飛ばしのボディにアタックしていった。そしてさあカーフブランディングか、カーフブランディングか、さあカーフブランディングに持っていこうとするところ、さあ小橋が返して、張り手、張り手、ウィリアムズはトップロープ、張り手、さあウィリアムズが逃げようとする、コーナーポストしゃがんだ、あっとこの巨大のウィリアムズを流れ式のブレーンバスター、小橋全身全霊の流れ式のブレーンバスター、カウントが入る、カウントアップ、惜しい、チャンスですね、チャンスですね、これは死んだくりではないでしょう、ここまでの猛攻を浴びせられる。さあ今度は拳を握った、3時間チャレンジに向けてムーンサルト、ムーンサルト、ムーンサルトプレス、片指どうだ、カウントアップ、カウントする、上井口さんカウントアップ、この表情。さあ今度は、あ、返した返した、さあスリーパンターでバックアップ、ちょっと危ないですね、これ大丈夫ですか、小橋大丈夫か、変えて変えて変えてるか、変えてるか変えてるか、カウントアップ、カウントアップ、カウントアップ、小橋返しました、安泰また行った、怖いウィリアムズ、怖いぞ、バックアップホールド、カウント3、カウント3、ウィリアムズ強烈なバックドロップホールド、カウント3を奪いました、いかがでしたでしょうか。このようにですね、数々の名勝負を繰り広げてまいりました両選手が、いよいよ9月3日日本武道館で三冠統一ヘビー級選手権をかけて戦うわけであります、ウィリアムスの初防衛なりますか、そして小橋にとりましては三冠初挑戦です、悲願のタイトル奪取なりますかどうか、過去7回対戦通算しておるんですけれども、ウィリアムズに小橋は一度も勝っておりません。その小橋にとりましては、ですから三冠奪取というよりもウィリアムズに勝ちたい、宿敵を破りたいという一心かもしれません。いずれにせよ9月3日日本武道館大会からは目が離せません。来週の放送になります、どうぞお楽しみにご期待ください。日本プロレス中継30からのお知らせです。あの感動をもう一度シリーズ第2弾、今年の4月16日チャンピオンカーニバル優勝決定戦、カバラ対ウィリアムス戦と、5月21日札幌世界タッグ選手権、三沢小橋組対カバラ田植え組のビデオがバップより9月1日税抜き価格4800円でそれぞれ全国のレコードビデオ店にて発売されます。これをそれぞれ10名ずつ合計20名様にプレゼントいたします。宛先はこちらです。今週の決心有効です。どしどしご応募ください。お待ちしております。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。